当ね、今年っていうかもうこの結成してからの1年間って CD を3枚リリースして教則 DVD も出させてもらって、でツアーもさ1個のさ機材にさギューギューなりながらさ1つの車でずっと全国回ってさ3回のツアー回って、本当にバンドにとって幸せな1年間でした。インディーズってさ CD を聴いてもらうことってなかなかないしさ、ライブでしかさ知ってもらえないのにさ、ライブすら見てもらえなかったらさどこでさ知ってもらうのって話じゃん。でもそうやって1回2回ってこうやって続けてツアー回るたんびにさ、こうやって一人ずつうちらのことを知ってくれて好きになってくれる人がね増えていくのをなんか見れて本当にね嬉しくて、ツアーやってよかったな、今もツアー中だけどもっともっと知られていけるように頑張っていきたいなって改めて思いました。今日もさ多分地方から来てくれてる人いると思うんだよね、東京以外の人。おーセレシー、ありがとう、本当にパンチパンチパンチ、まさに本当にこれだと思うんですよ。私はなんかさ、なんだろう、なんかなんかさ、そうやってさ地方でさ知ってくれてさ、そうやって東京でさ時間かけてお金かけてうちらのライブに見に来てくれてるわけじゃん。それってすごいなんか嬉しいことだし、そうやって好きになってもらえた人と出会えて本当に嬉しいし、私たちのなんかツアーを待ってきた証宝だと思います。本当にありがとうございます。あと5分、あと5分、あ、一緒で大丈夫です。セレブレーションね、もうすぐ本番よ。おめでとう私たち。おめでとう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 。おめで
私たちがガチャリックスピンヤー拍手おーえー、今日はガチャリックスピン周年記念ガチャガチャアニバーサリー衝撃衝撃衝撃2 days 1 night アップおーえー、そう皆さんお気づきかもしれないけど今日カメラさんが何台か入ってるのこれどういう意味かわかる？おーおーそうガチャリックスピン初のライブ DVD 撮影アップおーえーそうもっと盛り上がっちゃってよろしくってよおーいえそう私も興奮して問題発言しないように気をつけるからおーいえそんな感じで次の曲聴いてルーレットthank you
セクシー、楽しみ。もう他のできない。
dice manager, I'm gonna die of sexy. Sexy. 今日も明日ね。はい、今日も明日も。ねね。楽しみね。楽しみね。どう？楽しそう。何？痛そう。今結構伸びたね。どうぞ。今の顔も面白かった。やってやった。ごめん。大丈夫。医療的にね。マッチしてるって。になるのかどうかわからないんですけど、当たりです。ドゥン、こっちが失敗作でこっちが成功よ。どうセクシーでしょ、おーイエーイ。できたスターだ、スター、イエーイ。もうやらない、これからかってる。あ、でもまあ、まあ、まだ、だって、あ、間違えた。それがすごいんですよ。それはでもやっぱり、例えばハイゲインチャンネルでですよね。チミト、どうした、甘チミト、ありがとう。あ、私の番組ください。あ、これだ。
忘れてくれた二人の時間を全部その先に君の笑顔があればいいなと願う湧いた
Thank you.
皆さん盛り上がってますか？ノリノリですか？私は気合い入りまくってまーす。ということでメンバー紹介をしたいと思います。いいですか？まずはドラム、見てお分かりかと思いますが、音楽の天才マルチプレイヤーです。イエーイ。前回のワンマンの時に一番怖い先輩と言ったら、ライブ後ボコボコにされました。痛かった。でも花ちゃんは、よく私に食べ物を与えてくれるんです。それだけで良い人に見えてきます。ドラムス花ちゃん。お次はベース。日本を代表する女性ベーシストですね。こんなふざけた顔してますが、怖い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 、ふざけた顔してますが根はとても真面目です。2番目に怖い先輩ですが、忙しい時にも、私によくご飯を作ってくれます。それだけで良い人に見えてきます。ベース F チョッパー古賀。イエーイ。お次はボーカル。綺麗な顔立ちでしょ。でももし生まれ変わっても絶対この人だけにはなりたくありません。普段からね、外国人のような容姿ですが、この前言ってた言葉がこれ。この衣装、絵文掛けにかけといて。とか、私これからパーマ当てに行くの。いつの時代の人だよ。ボーカル、アーミー。そして最後は私。可愛すぎるのにギターも弾けちゃってごめんなさい。長野が生んだ、ギター界の超新星ギター友さん。隣に来て
Thank you.
その状況でハッピーサマー。SEXY! Oh,
ックス、おいや今夜のセクシー大作戦に向かう両やっぽー Thank you sexy、 おいやみんなどうもありがとう、おいやどんどん前に来てよろしくってやっぽー。